Ubuntu Linux 上の GNOME における電卓のタイトルバータイトルバーとは、ウィンドウの最上部に設置されている横長のバーのことで、ある。グラフィカルなオペレーティングシステムや、ウィンドウマネージャーの大部分では、アプリケーションウィンドウの最上部に横長のタイトルバーがある。デバイスの環境にもよるが、メニューの選択、エスケープシーケンス、セットアップパラメータ、コマンドラインオプションなどで、 タイトルバーに表示する文字を変更できる場合がある。ほとんどのウェブブラウザでは HTML 要素タイトルの内容をタイトルバーにレンダリングしている。なお、Windows ではキャプションバーと呼ぶ場合がある。多くの OS のウィンドウではタイトルバーにタイトルを表示させている。タイトルにはアプリケーション名やそのメーカー名が表示されていることが多い。アプリケーションを実行している。 ホスト名が表示されていることもある。基本的にタスクバーボタンのタイトルと連動している。タイトルバーにはそのウィンドウに対する命令のスイッチを担っているボタンが付けられていることが多い。ボタンは基本的に最小か最大か元に戻す閉じるボタンが備えられており、まとめてキャプションボタンと呼ぶ。他にもアプリケーションのアイコンがあったり、 時計などが付けられていることもあったりする。右端にあるもの基本的にキャプションボタンがある。キャプションボタン前述の通り、最小化、最大化、元に戻す閉じるボタンをまとめてキャプションボタンと呼ぶ。最小化ボタン最小化ボタンは左の方にある。このボタンを押すと、ウィンドウがタスクバーボタンに格納される。最大化、元に戻す、ボタン最大化。 元に戻すボタンは中間にある。条件によって名称が変わる。ウィンドウが通常の状態の場合はこちらになる。このボタンを押すと、ウィンドウが全画面表示になる。ウィンドウが全画面表示になっている場合はこちらになる。このボタンを押すと、ウィンドウが通常の状態になる。閉じるボタン、閉じるボタンは右の方にある。このボタンを押すと、ウィンドウが閉じる。 その他のボタンヘルプボタンヘルプボタンはキャプションボタンのすぐ左に配置されている場合が多い。このボタンを押すと適するヘルプが見られる。Windows XP まではプロパティ関連のダイアログボックスに備えられていた。Microsoft Office におけるダイアログボックスでは昔から継続して配置されている。Microsoft Office 2013以降の中では完全に復活を遂げた。 左端にあるモノアプリケーションのアイコンデスクトップアプリに限りタイトルバーの左端に表示される。このアイコンをシングルクリックするとコンテキストメニューが表示されダブルクリックするとウィンドウを閉じることができる。マイクロソフトオフィスボタンカテゴリー出店を必要とするスポーツ選手記事その他ツールチップタイトルバーマイクロソフトオフィスボタンは マイクロソフトオフィス2007に限り、ファイルタブの代わりをし、アプリケーションのアイコンが表示される場所に配置されている。ファイルタブと同じく、保存、印刷関係やアプリの終了の操作を行える。Windows の移動 MacOS や Microsoft Windows を含むグラフィカルユーザーインターフェースの多くでは、タイトルバーをドラッグして、Windows の位置を移動できるようになっている。 タイトルが表示されていない場合もある。例えば、インターネットエクスプローラー9以降は、ページタイトルは表示されない。また、Windows Vista および Windows 7のエアロテーマと、そのベーシックテーマに設定した際、エクスプローラーにタイトルが表示されないといった具合である。タイトルの文字は、基本的に左揃えなのだが、Windows 8X では、中央揃えになっている。 ABCDEFG 名称は、該当ボタンのツールチップより、どれかがない場合や選択できない場合もある。後者の場合、最小化、閉じるボタンについては、ソフトウェアの条件処理の最中によるもの、最大化、元に戻すボタンに限っては、不必要なためにそうなっているものが多い。AB 最大化、元に戻すボタンのみが存在している、または選択できる場合は、 基本的にありえない。インターネットエクスプローラー9以降は、アイコンは表示されない。また、Windows Vista および Windows 7のエアロテーマと、そのベーシックテーマに設定した際、エクスプローラーのアイコンも表示されない。しかし、両者とも内部的には存在しているため、本文浮きの行為は、問題なく行える。これは、 1> Windows 1.0、Windows 3、X のウィンドウには閉じるボタンが設けられておらず、タイトルバーの左端をダブルクリックして閉じる方法が生息だった頃の名残である。最小化、最大化ボタン、および閉じるボタンが消えた、または、Windows 8.1よび Windows Server 2012,R2 で正しく表示されません。Microsoft 2019年4月29日閲覧。 c m f シップシャンバークラス、docs.microsoft.commicrosoft2019 年4月29日閲覧 a b w i n d o w c h r o m e クラス、docs.microsoft.commicrosoft2019 年4月29日閲覧 home helpbuttonproperty docs.microsoft.com マイクロソフト2019年4月29日閲覧他のファイル形式でブックを保存するエクセルサポート .office.com マイクロソフト2019年4月30日閲覧ブックをテンプレートとして保存するサポート .office.com マイクロソフト2019年4月30日閲覧すべてのマイクロソフトサイトを検索 www.microsoft.com。microsoft 2019年4月29日閲覧。abc、windows で、タイトルのない、タイトルバーとは引く、パソコン用語解説。www.724685.com。2019年4月30日閲覧。windows xp プロパティ Google 検索。 www.google.com Google 2019年4月29日閲覧ありがとうございます。